長州力。行っても迷惑、もらって帰ってきても迷惑、がネットで話題。内容はこちら。長州力氏が外出自粛を呼びかけたようです。では、長州力氏の発言を見てみましょう。長州力。行っても迷惑、もらって帰ってきても迷惑。今が一番我慢のしどころ。お願いします。長州力。言い回しは独特ですが、ちゃんと伝わります。我慢、頑張りましょう。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。長州さんのような影響力ある方のお言葉は、みんなに響くと思います。率先して声を上げて、注意喚起してくださって、本当にありがとうございます。はい。そうですね。影響力のある方の呼びかけ、本当にありがたいですね。次はこちら。これだけ言っても遊びに行く方は罰則制度にしないと無理だと思いますよ。ところが、それを守れない愚か者がいるんす。そうなんですよね。どうして守れないのか、理解できません。次はこちら。ゴールデンウィークも家で過ごしますね。とにかく不要不急の外出は控える。今はそれが最善策かと。せっかくのゴールデンウィークですが、コロナを少しでも早く収束させるために、外出したい気持ちをぐっとこらえて我慢しましょう。最後はこちら。了解です。必ず終わる日が来ます。力みすぎず我慢です。説得力あります。ありがとうございます。了解です。伊長州力。伊長州力さん。ありがとうございます。結論。とうとうゴールデンウィークに突入しましたが、どれだけの人が自粛せずに遊びに行くのでしょう。なんか嫌な予感がしますが、とにかく今は外出自粛。とてもきついですが、みんなで一致団結し、頑張りましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。